こんにちは、藤谷美智子です。最近積極的に日焼けする人は少ないと思いますけれども、でもまあ夏が近づくと、なんかたまにはこう日焼けした肌もいいななんて思う人はいませんか？でも実際的に日焼けしてしまいますと後々が大変なことになりますので、今回はメイクで夏の印象の肌に仕上げる、そんな説明をしたいと思います。とは言ってもですね、実はとっても簡単で、いつものメイクの上にちょっと重ねるだけというような方法です。使用するのはブロンズパウダーとゴールドパールが含まれているハイライトパウダーです。ゴールド系が含まれていればそれだけで日焼け感が出るので、簡単に夏肌の印象にすることができます。下まぶたに白っぽいグレーのリキッドライナーを使うと、目元にアクセントと夏肌に明るさを加えることができます。まずはこちらのブロンズパウダーを頬やこめかみ、髪の生え際、フェイスラインなど顔の外側に塗っていきます。この状態は普段のメイクが済んでいる状態で、その上に重ねるということです。でこのように顔の外側にブロンズ色を塗ると、自然に簡単に日焼け感が出るんですね。でそうすると顔が引き締まって見えます。でこの塗り方は過去動画、シェーディングの基本で詳しく説明していますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらも合わせてご覧ください。でちょっと違うのは頬の内側にも少し入れるということです。次はゴールドのツヤハイライターをハイライトブラシを使って塗っていきます。塗るのはまぶた、 S 字カーブ、それからおでこ、鼻筋、顎先です。でゴールドのツヤハイライターをこれらの部分にのせると、一気に健康的な夏肌の印象になるんですね。で先ほどの顔の外側に塗ったブロンズパウダーのシェーディング効果と合わせることで、顔に立体感が出て小顔の印象にもなります。このように肌を夏の印象に仕上げた後、ホワイトグレーのアイライナーを下まつげの根元に引きます。引くといってもきっちりとではなくって、適当ぐらいがちょうどいいので、ささっという感じで引いてください。でその後、綿棒で軽くぼかして自然な感じにします。これも適当なぐらいに簡単にぼかしてくださいね。向かって左側がいつものメイクに重ねた、夏仕様バージョンです。どうでしょう。いつものメイクの上に先ほどのようにメイクをすると、夏の健康的な印象になってないでしょうか。このメイクというのはシェーディング効果もありますので、顔に立体感が出て小顔効果もありますので、この夏ぜひ、トライしてみてください。ではまた。